皆様こんにちは、寝屋川市道路建設課です。現在施工中の京阪寝屋川市駅の西側にある大都市橋架け替え工事について、工事内容や車両通行止めなど第4回目の説明をさせていただきます。まずはじめに、第3回で説明した内容は令和3年10月中旬から12月下旬の間、寝屋川西側道路を車両通行止めにしての作業、令和3年12月下旬から令和4年3月頃は車両通行止めを解除して今まで通りの通行に戻しての作業を説明いたしました。今回の説明は寝屋川西側道路を3回目の車両通行止めにして作業しますので、工事内容や通行ルートを説明いたします。まず令和4年2月初旬の状況は、寝屋川の左岸と右岸に橋台と言われる新しい橋の土台をこちらに作っているところです。次に橋台が出来上がりますと、周りの土を押さえている鋼材を撤去する作業を行います。この作業に必要な期間は、寝屋川西側道路の車両が通行できなくなりますので、3月中旬から4月下旬頃まで車両を通行止めをさせていただきます。車両通行止めに際して、これまでと同様に寝屋川西側の通行ルートを確保するために、回り道用の狩り橋を通っていただきます。現在大都市橋東爪交差点は7時から10時、16時から19時の時間帯は左折禁止になっています。通行止め期間中に回り道用の狩り橋を通行していただく際は、左折禁止を解除して終日右左折できるようにします。ただし、今まで通り大都市橋西爪交差点から寝屋川西側道路への右折はできませんので、引き続きご注意をお願いいたします。またこの青信号は、工事が完成するまでの間、こちらの青信号と切り替わるタイミングが異なります。これは見間違いが生じないように、こちらの運転手にはこの青信号が見えるように、こちらの運転手には見えないような安全対策をしていますので、合わせてご注意をお願いいたします。歩行者の方は引き続き工事が完成するまで北側の歩道を通行していただきます。南側に歩道はございませんので、無理な通行はおやめくださるよう願います。4月下旬に作業が完了すれば、寝屋川西側道路は今まで通りに通行できます。駅前を通過する車両の方につきましては、通行止め等による交通渋滞が予想されますので、寝屋川市の道路建設課ホームページに掲載しております広域迂回ルートをご確認の上、お手数ですが回り道をお願いいたします。また周辺工事による交通規制にもご注意して通行していただきますようお願いいたします。以上が通行する際にご注意いただくことと、3月中旬から4月下旬までの作業予定です。次に4月下旬から6月頃までの工事についてご説明いたします。次の作業は、完成した橋台の上に新しい橋を架ける作業を行います。
この4月下旬から6月頃までは寝屋川西側道路の車両通行止めを解除しますので、今まで通りに通行していただけます。今まで通りになりますので、寝屋川東側道路の7時から10時、16時から19時は左折禁止になります。ご注意をお願いいたします。寝屋川西側道路の通行止め解除により、回り道として通行していただいていた狩橋は通行できなくなります。今回の説明は以上ですが、6月頃に4回目の車両通行止めによる作業を予定しておりますので、第5回工事説明動画でご説明させていただきます。次回の工事説明動画配信は令和4年6月頃を予定しております。市民の皆様や道路を利用される皆様には、工事による規制並びに工事車両の出入りなどによりご不便とご迷惑をおかけしますが、引き続きご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。